立場に電話したんですよね。通ってる病院に、まあ、今もう病気ますかって緊急で言われたんですけど、ちょっと一日休みて、ちょっとさっきまで よくなったんですけどね。で薬飲んで、ちょっとあんまりも無理やったらちょっと限度があるから、ちょっと原因を調べに病院に行こうかなって、思ってますね。はい、高さん大丈夫？ちょっと痛みがまだ。そう言いながら軽くさっき良くなったから飲んだらまた痛くなりましたね。月曜日はやっぱ仕事なので、まあ3日間だからそれだけ行ってって感じで、まあ頑張ってますね。だから痛みは噛んでね、胸が痛いから多分これ飲みすぎかなって言われてるのかなと思ったけど、ここなんだよな、ね、痛いのがここ握らったらもうちょいだけどって先輩に言われたんですけど、まあ痛いってことは何かしらの原因があると思いますので、我慢しても痛みを我慢しても、やっぱお酒が原因かな、かもしれないですね。あ、ロクソニン飲みました。はい、まあ以上ですけど、私ロクソニンも買ってこなきゃな。もう一錠、昨日4錠ぐらいですか飲んだら痛みがなくなったんですよね。嘘つき病ってそんなことしないっすよ。俺嘘つかない性格だからね、本当に。ちょっとね、やっぱお酒飲む生活を、アモニオさんを合わせあります、減らして、まあたまに飲んじゃう、まあ休みだからいっかって暇飲んだ時もあるんですけど、昼間は飲まなかったですね。やっぱこれ飲み足んねえから言っていいのかな。ビール飲んじゃうか。